皆さんこんにちは。和歌山弁講座のお時間です。講師のワンダーランド谷坂です。よろしくお願いします。今日の和歌山弁はこちらです。じてこもじけたんかえてとちゃらよ。こちら、まずは言葉の解説からいきましょう。まずは、じてこ。自転車のことです。和歌山では、自転車のことをじてこと言います。続いて、もじけた。もじけた。こちら、壊れたの意味です。和歌山では、壊れることをもじけると言います。かえに関しては、もじけたんか、か、はてなという意味です。てとちゃ、てとちゃらようのてとちゃ、ここは、手伝うの変換で、和歌山弁のら、ありますよね。レッツの意味のら。そのらと手伝うが活用されて、てとちゃらになります。そして語尾のよう。これからこちらの和歌山弁、ぜひ一緒に発音していきましょう。それではまずはお手本をお聞きください。じてこもじけたんかい、出とじゃらよ。もう一度。じてこもじけたんかい、出とじゃらよ。はい、それでは皆さんも一緒にどうぞ。うまく言えましたね。和歌山で自転車が壊れて困っている若者を見かけたとき、ぜひ声をかけてあげてください。あとは軽トラで積んであげるとなおさら OK です。以上、和歌山弁講座でした。